三門修善寺は、静岡県伊豆市修善寺にある、総当州の寺院。三号は、福知山。正式名称は、福知山修善一万安禅寺で、略して福知山修善寺と呼んでいる。修善寺温泉街の中心にある、夏目漱石の修善寺の体幹、岡本軌道の修善寺物語でも名高い。地名は、修善寺、寺名は、修善寺で、表記が異なるが、 両方とも、修禅寺と読む。初期には、桂谷山寺と呼ばれており、鎌倉時代より修禅寺と呼ばれていたが、鎌倉時代中期に相当州に改修し、禅を禅に変更したとの説がある。807年に空海が創建したと伝えられ、その後の約470年間は、新言州に属していた。当時は、周辺の地名が桂谷であったことから、 桂谷山寺と言われ、演技式には、伊豆国全院千束と書かれるほどの寺院であった。鎌倉時代初期には、修禅寺の名称が定着し、寺郎も修禅寺と呼ばれるようになった。また、源頼朝の弟の源の頼,頼と、頼朝の息子で、鎌倉幕府二大将軍の源頼家が、当時に遊兵され、その後この地で殺害されたとしても知られている。ただし、 乗りよりに関しては、殺害を裏付ける資料が残っていないことや子孫が、御家人として残っているという事実から、生存説が取り沙汰されてもいる。県庁年間に、元の密定と疑われていた、乱慶道高が避難のために来住し、それに伴って、臨済州に改修された。蘭慶道隆は、南宋の利州から、大宋直玉物、大東福地に、老山修禅寺という学を賜り、 大陸にまで修善寺の名を広げた。その後、1361年後安の畠山、国清と足利元寺の戦乱の被害を受け、さらに1409年の大火災で、仮乱が全焼し荒廃したが、伊豆一国を治めた伊勢シンクロ長氏により、彼のおじの竜系四月後に、総統州の寺院として再興された。現在の本堂は1883年に再建したものである。 2007年には、改装戦2 0 0年祭が行われた。静岡県伊豆市修善寺964、法人番号公表サイト国税庁 AB、修善寺概要。福知山修善寺公式ウェブサイト。2014年7月26日閲覧。奥の隠語窓祭建について日本地名の会。静岡県民も知らない地名の謎。2014年。 この字学は1863年の火災で消失した。時報及び総半方向半年業、ハット ABC 静岡県文化財保護課、静岡県内指定文化財リスト、静岡県内指定文化財調査、2014年7月26日閲覧、ありがとうございます。